え、コナンの墓あんだけど。一気に30とか上がんないでしょ。何これ、死後の世界今。え、アンドロイドに死後の世界ってあるの？ほらーい。コナン。危ない。あ、おい、おかえり。コナンちゃん。何、すごい綺麗な。アメンダ。アミアンダ。アマンダ。すごい綺麗なとこにいるけど。今何？え？で、撃たれたのどうしたの？あ、びっくりした。アマンダ。ドゥン。あっちっぽくない？こういう小道好きなんだよな。いいなぁ。何この庭。花見にぴったりやんけ。てってててー、てててて。めっちゃ綺麗。鯉とかいないのね。何もいねえじゃん。何も生き物いねえな。鳥しかいない。変なの。何これ。こんにちは。調べる。コナーマーク。え？デトロイト警察署で死亡。え、コナーの墓あんだけど。え？何これ、死後の世界今。え？アンドロイドに死後の世界ってあるの？ってこと？何ここ？怖っ。へえ、でも綺麗な庭。アマンダ？誰アマンダって。っていうか。どっち？こっち？随分整備されてますね。はぁ、ようできてんなぁ。あ、変なとこ歩いちゃった。芝生歩いちゃった。よいしょと。え、マジでどこアマンダ？アマンダ？え？あ、いた。すげぇ通り過ぎちゃった。え、マジで鳩以外何にもいないね。池とかには何かいても良さそうなもんだけどな、こんだけ植物が綺麗に茂ってたら。とりあえずまあ、アマンダさんのところに話しかけに行きましょう。ここは一体どこなんだろう。前回は警察署で完全に自己破壊を起こし、刺してしまった。私が起こさせたアンドロイドに撃たれて死亡したけど。こんにちは。アマンダさん、髪型すげえな。コナン、会いたかったわ。みんないい声してない？何？あら、穏やかな顔。残念なことに前任者は破壊されました。変異体は不安定なものと認識しながら油断したのでしょう。え、私のこと？同じミスを犯さないように。めっちゃ好感度下がった。ええ、もちろんです。あ、前の前任者って前のコナー的なこ と記憶は次のコナーへと転送されます。私を倒してもまた第2第3のコナーがっていうことですね。破壊を避けるのです。はい。それにより捜査に遅れが生じてしまう。めっちゃ怒られてる。尋問はかなりの困難。すいませんでした、本当に。なんかいろいろあって。どう思いました？え？どう思いました？ヘリの兆候。精神的ショックじゃない。所有者の虐待による PTSD の兆候が見られました、うん。あったね。まるでプログラムが完全に書き換えられたかのような状態です。本来想定にはないもんな。アンダーソン警部補が公式に聞いといて全然違う話するやん。彼をどう思います？どう思います？彼今日もそさられる気難しい人物です、うん、ですが昔は良い刑事だったようでした。ふむ、興味深い。そうだね、なんか何があったんだろうとかいろいろ気になるよね。残念ながら協力し合うより他ありません。もちろんですよ、それは。どう接するつもりですか？流行的に適応する無視する。適応する。彼の性格に適応します。うん、捜査の利益を下がったんだけど、彼の心理状態に合わせ衝突を避けるのがベストでしょう。まあそうだね、基本的には。変異の兆候を見せるアンドロイドが増えています。おお、何百万ものアンドロイドが。何百万？万が一暴走すれば。それもう一回回収とかした方がいいんじゃないの？そんなに危惧するんだったら。生み出した最先端のプロトタイプ。一番新しいんだこの子。解明できるのはあなたしかいない。燃えるな、そういうこと言われると。アマンダ、任してください。今一度捜査を再開し最悪の事態を食い止めるのです。おいよ、大船に乗ったつもりでいてくださいよ。てって前死んだんだよな。
急ぎなさい。あ、はい、すいません。時間がないわ。はーい。すごいなんか、学校の先生とかに怒られた気分。考えた。黄色は多分考え中のあれな気がするんだよね。よいしょ。どこ？アンダーソン警部補を見つける。受付に向かう。あと、他には何にもないかな。よし！こんにちは。ご用件は？アンダーソン警部補に面会を。お願いします。許可の確認を。ああ。ああ。はい。これマジ便利。どういう、何 ?Wi-Fi みたい ?Bluetooth みたいなこと？まだいらっしゃってませんが、デスクでお待ちください。Bluetooth が近そう。はい。デスク、どこ、どこ？そんなん、急に言われても。ショックを受けたね。ほら、落ち着いて。え？あらまあ。威嚇射撃がかわされたものの、双方の死や負傷者はないとの確認が取れています。威嚇射撃。国防長官であるデニス・リグス氏は、これ以上の過剰な挑発を結構シビアな状態じゃない？国自体、なんか。北極圏に面する国、とりわけスウェーデンとカナダ、この両国は速やかに国際会議を撤退するよう呼びかけ、どこもかしこも危ねえな、マジで。モスクワもワシントンも沈黙を守っている。とりあえず通りますね。お疲れ様です。ないよね。よしよしよし、進んでいこう。自動ドアおしゃれ。デスクこれ、落ち着かねえな。こっそりお菓子とか食べらんないじゃん。すいません。アンダーソン警部補のデスクを教えてくれ。あちらのデスクです。はい、どこ。あちらっていう人いるじゃん、道聞いた時に。あっちってとか、もうちょっと具体的に言わないと分かんないと思うんだよね、みんな。どれ、これ、これじゃないな、絶対。あ、んどれ、ん、あ、いっぱいある。調べたくなっちゃう、こんなの。どうしよう、一日終わっちゃう。よいしょ。こんにちは。で、ポパーソン。ポパーソンって何？何？ポブラン？ん？え？ポって何？ポリスってこと？名前かと思った。ほら、で、え？名前なのかな？デトリー。どうしよう、バカがバレる気がする。すごく。絶対これ違うもんね。そう、役職かな多分ね。ポ、ミラー。話せる。おい、マジかよ。何が？もう修理されたのか。あ、こら、そう。そうなんだ。ちょっとね、ダメだったみたいで、新しいの持ってきました。私は新機体です。こんにちは。ったく、サイバーライフは手際がいいな。ザス。でも、ハンクがお前を見て喜ぶかどうか。それはちょっと感じてた。また来たんかいみたいな顔されそうだよね。ん？わあ。アンドロイド警官700型。へえ、いっぱいあんだね。なんかこうやって待機させてね、落ち着かなさそう。ウィルソン。あ、ここで調べて机探せってことね。全部調べられるのかと思って、すげえ丁寧に見てたわ。なんか あった雑誌。これは見よう。あ、えカールじゃない。うわあ、死んだの雑誌になってる。ショック。よいしょ。今の不収賞の反発、ロシア州が大統領の警告に書いた。何？結構緊迫してる？もしかして。冷え。あとで読もう。すごく日が暮れてしまう、絶対。よいしょ。日が暮れているもん。アンダーソンはなんか予想だけど、これじゃない。あった！アンダーソン。いないね。すみません。すみません。警部補はいつも何時頃到着されますか？気になる。前の晩どこにいたかによるな。なるほど。そういうタイプね。現れたら驚きだよ。マジかい。まとか。座れんの？これは何？誰の椅子？アンダーソンさんの椅子ですか？かわいい。ちょこんって座ってる。新しい職場を探索する。え、めっちゃ可愛くない？ずっと見てたんだけど。何この顔。どうしようかなってなってんの。超可愛い。はーい、探索します。
ハンクのデスクを調べる、所内を探索する。なるほどね。うん。ひとまず。音楽。そういえば車でもバカでかいメタルみたいなのが流してた。何かで切ったみたいだって話だぞ。よいしょ。うるさ。今ちょっと黄色くなってたじゃん。びっくりしたじゃん、絶対。キングス・オブ・ザ・ブラックです。ヘビーメタルです。電話をかける。ハンク・アンダーソンに電話。便利。もしもし、ハンクだ。今は出られない。おい。メッセージを残してもいいが、ちょっと。かけ直すとは限らないぞ。絶対飲んでたでしょ、また。ピーって言った人、口で、今。とりあえずメッセージ。どうも、警部補。コナーです。サイバーライフから派遣されました。もうすぐお昼ですよ。オフィスでお待ちしています。本当にその通りです。重役出勤やないか。分析しよう。なかなか散らかったデスクですね。ほら。何これ。ピッツァ。あ、違う、ドーナツ。カロリーとか出んの。糖質 51g。え、見たくない。反アンドロイドのスローガン。アンドロイドではなく頭を使い。なるほどね。相当嫌い？もしかして。マッチ。ジミーのバー。ああ、あそこか。見つけたとこだよね、多分。ていうか、ほんと汚ねえな。なにこれ？いろはもみじ。へえ、枯れてない？めっちゃ散ってるけど。これは、冷えたコーヒー。うわ、汚ねえ！カフェインの痕跡。アンドロイド嫌ってる割には一緒に操作してくれたけど、あれ諦めかな？レッドアイス、レッドアイス特捜部、いたんだ。へえ、すごい。本当にちゃんとした人だ。もともと、間違えた。これ何？椅子？椅子じゃねえ。これか。ん？これじゃない。ん？どれ？黄色。難しい。これだ。あったあった。何これ？犬の毛。犬飼ってんの？へえ。セントバーナード。あとは？もう最後の一個が、横か。これかな？よいしょ。デトロイト市警、レッドアイスの売人ネットワークを摘発。すごいね。めちゃめちゃ、アンダーソン刑事とチームの活躍は、捜査員の鏡と称されてる。すっげえちゃんとしていたよ。した。これで警部補に昇格。なるほどね。今回の昇進は遅すぎるくらいだと。めちゃめちゃできる人だったんだね。すげえじゃん、ハンク。あ、まだこれでならこだった。あとは？これはだって、あれでしょ？イロハモミジでしょ？あとなんだろう？指紋とかじゃないか。ドーナツ調べた。この辺は？これしかないか。あ、帽子！あったー。好きなんかな？デトロイトの野球帽。野球好きなんだ。賞を授与された警官だった。やっぱめっちゃちゃんとした人なんだね。あ、来た！遅いよ。私はコナー、サイバーライフのアンドロイドです。聞いたな、なんかこんな感じ。おい、お前夕べ頭をぶち抜かれたんじゃ。残念ながら前任者は破壊されました。ですが、メモリーはすべて私に転送されています。なるほどね。捜査への影響はありませんので、ご心配なく。これ、急に来られたらめっちゃビビるわ。ハンク、オフィスに来い。とりあえずついていくよね。めっちゃげんなりした顔されたね。あ、ちょっと。ちょっとついてこう、ちゃんと。すいません、お邪魔しまーす。よいしょと。次の捜査は何ですか？毎日10件もアンドロイド絡みの事件が舞い込んでくる。やっぱ変異体のやつなんだ。昔から通報はあったが、うん。ばあさんのアンドロイドが行方不明だとか、その程度だった。平和だな。それが。今じゃ暴力沙汰や夕べみたいな殺人事件まで起きてる。いや、結構問題になってきてるね。これはもうサイバーライフだけの問題じゃない。犯罪として捜査を始め、なんかここまで来ると人間も人間で、お前には一連の事件の関連性を、わかりました。気にしてなかった人とかがアンドロイドをさらにぶん殴り出しそうだな。なんか撤去してくれみたいな。俺はろくにアンドロイドのことも知らなければ、携帯だってこれから知っていけばいいよ。
みんな手一杯なんだ。うん、怒られた。それにこの類の調査はお前にうってつけだろう。ふざけんな。どうせアンドロイドの調査をしたがる奴がいなくて俺に押し付けたんだろうが。アンドロイドの前であんまりそういう話しないでもらっていいですか。アンドロイドが捜査に協力してくれる。この最新鋭のプロトタイプがお前の相棒だ。冗談じゃないね。相棒なんていらねえし、プラスチックの塊なんて持ってるほかだ。本人の前で言うなっつって。おい、そんなに私を怒らせたいのか。ハンク、お前は警部補だろ。減らず口を叩く暇があったら私の命令に従え。減らず口叩かせてんのはあんただろ。まあもういい。今のは聞かなかったことにする。お前の小説みたいに分厚い懲戒フォルダにこれ以上ページを増やすのはごめんだからな。この話はもう終わりだ。めっちゃ問題児やんけ。ジェフリー、なんで俺をこんな目に合わせるんだよ。俺のアンドロイド嫌いは知ってるだろ。マジで勘弁してくれと。ハンク、お前の文句にはもううんざりなんだよ。従えないんだったらマジを返すんだ。それじゃあもう出てってくれ。もう私も忙しいんでね。完全に聞き入れてもらえないって。そこまで言ったら諦めて一緒に行こう。ごめんってば、うん、すんごい怒ってる。置いてかないでよ。アンダーソン、好意的な態度。事件のファイル、はい。事件のファイルを閲覧したいのですが。いいっすか。どこで確認できるか。ハンクに聞け。出るときドアを閉める。冷たい。では失礼します、警部。ちょっとイラッとしたでしょ、絶対今この。ちょっとムスッとしたでしょ、今。あんた。みんな嫌いなんだな。悲しいな、嫌いって分かってる現場でなんか嫌われてるって分かりながら仕事するのやだな。どうにかして回収できないかな、みんな。無理か。何か2個あるんだけど、アンロックできそうなものが。ちょっと気にならない？こっちはトイレ。何？あ、自販機。あ、お前確かアンドロイド嫌いだろ。くそ。ほら。おい、嘘だろ。たく幽霊飼ってんだよ。ただいま。昨夜ゴミ箱行きになったってのに。ところがどっこい。同じやつまた嫌われよ。本当にちゃんと嫌われてんな。聞こえてんぞ。どうも。私はコナーって言う。もう一回。はい。こんにちは。私はコナー。煽っていくスタイル。どうも。よろしく。お前みたいなのは初めてだ。何が？型番は RK800。 どうも。プロトタイプですよ。プロトタイプね。プロトタイプです。アンドロイドデカだぜ。いつか俺たちに。バカにしてます。取って代わる。そうなんだ。そんなことはって言うんでしょ。コーヒー持ってこいよ。あ、さっさとしろ。気に食わない。もしよ。今のは命令だ。すみません。私はアンダーソン警部補の命令しか聞けません。うれ、どうだこれ。そうかい。あ、なんてことすんの。人間に命令されたら黙って従え。やだ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 、もう。邪魔する。どういう情緒でそういうこと取れんの。ただじゃ済まねえぞ。すげえ見下すじゃん、アンドロイドってだけで。でもいいもんね。コーヒーなんか入れてやんないもんね、お前に。しゅ、よし、気を取り直そう。サブイベントかなんかですね。あ、ね、ドーナツ残ってる、食べようよ。ね、ドーナツあるよ。ダメ？世論下がった。世論下がったんだけど。初めてのケースなんだ。てか施設広。エレベーター、エレベーター。あっちにも扉。エレベーターなのこれ。あ、違かった。OBS ルームって何？あー、ここか。はいはいはい。え、ここ調べられんの？いや、入った意味なんもねえじゃん。とりあえず出ます。なんかあんのかなって思っちゃうじゃん。調べられるってことは、ルーム1。ここに入ると、ここって撃たれたとこ？もしかして。よいしょ、なんかピッて後ろ向いたけど。あ、ブルーブラッドが見える。やっぱあの部屋か。同じ部屋だ。うん、あそこに違う。あ、自分を撃った時のやつか。なるほどね。でコーナーが撃たれた地と。はいはいはい、出ましょうか。あんまり気分いいとこじゃないね。
よいしょ。いろんなところ見られる。楽しい。ここは、あ、トイレ。お邪魔します。入ってます？鏡。綺麗。超綺麗じゃん。入れないわ。見る。ほら、よくなんか鏡見るね。身だしなみ整えるし。ほら、ネクタイキュッて。やっぱなんか警察官の捜査タイプっていうのだから、なんか、身だしなみは常にちゃんとしなさいみたいなプログラミングがされてるのかな。よっこいしょと。あ、どっこいどっこい。さてと、私も残り2つのキーをね、ちょっと解除したくなってしょうがないですよ。もしかして進めないと、ん？ここ何？拘置所？はい。何見てんだ？いや、別に。話しかけられた。話しかけられたんだ。あ、口悪い。目。それは目だよ。ずっと見てたらなんかあんのかな？なんもないか。開けられんのこれ。あ、ここは？寝てる？風邪ひいてない？大丈夫？ね、我が物顔でディスコは、ディスコじゃない。オフィスを歩けるのはいいですね。よ、あ、開かなかったです。あ、役職的にいけない的なことなのかな？ちょっと見えなかったけど。よいしょ。諦めて話しかけるか。お待たせしました。ね、ハンク、事件について教えて。新しいコナンについて。私の前任者が破壊されたせいで、あなたを不愉快な気分にさせてしまいました。ごめんね。二度と同じことが起こらないよう、ベストを尽くします。そうします。そういうことじゃないって。あ、なんか、何かが消えてる。何かがアンロックされていない。パートナーポジティブに接する。でも急に向こうからポジティブに来られたらムカつかない？パートナー。なったことですし、仲良くしませんか？これはこれでムカつくわ、ごめん。一応ね。うん、ダメだった。とにかく、ポジティブに接しよう。私はあなたとご一緒できてとても光栄です。きっといいパートナーになれる。そういうことにしとこうよ。ダメか？ダメだ。どこかに使ってもいいデスクはありますか？何も聞いてもらえない。そこなら空いてるぞ。前？ほんとだ。はぁ、あ、これ一個一個返す。開けで、うん、噛んだ。一個一個開くやつだったわ。よいしょ。そんなに嫌われてるか。仲良くなれないかな。一緒に操作するんだからさ。あ、犬。犬。アンドロイド嫌いの理由はちょっと踏み込みすぎじゃない。犬。犬を飼ってるでしょ。でしょ。なんで知ってる。椅子に。犬の毛が椅子に。そうそう、ほら。犬は好きです。うん。犬の名前は。教えて。関係ないだろ。教えてよ。なんだケチ。教えてくれた。相撲って呼んでる。相撲。相撲好きなの。へえ。音楽。音楽も好きそうだね。ナイトオブザブラックですが、お好きなんですね。ね。私も好きです。ほら。とても、こう、エネルギッシュで。お前ヘビメタ聞くのか。意外ですか。まあ、音楽自体それほど聞きませんけれど。うん。興味はあります。ほら、ういー、なんだこいつって思ってるでしょ。出勤時間。バスケットボール。アンドロイド嫌いの理由。これ踏み込みすぎじゃない？まあでもこれから一緒にやっていくんだし、聞こう。アンドロイド嫌いの理由を。アンドロイドの存在を嫌がる人は大勢います。あなたには何か私を嫌う特別な理由があるんですか？どうですかね。答えてくれますかね。あるんだ。一つあるな。一つ。うん、答えてくれなきゃ。下がっちゃった。そうだよね。バスケットボール。デトロイトギアーズのファンですか。昨日はカーターが 53% のスリーポイント成功率でしたね。うい。見ましたか。見た。お前がバーに現れるまで見てたんだすいません。目下がっちゃった。2連続で上がったのに下がっちゃった。ごめんて、ファウラー警部。ファウラー警部とは長いんですか？全然こいつら仕事始めねえな。嫌になるほどな。へえ。
最近うまくいってないみたい。出勤時間はなんか咎めるみたいになんない？これ下がったら草だな。これこのくらいの時間に出勤されるんですか？俺は好きな時に出勤。超重役出勤で。いちいち余計なお世話なんだよ。ごめんなさい。お母さんみたいなこと言っちゃったね。ほらもう上がったままで行きたかった。変異体のファイルがあれば目を通したいのですが。いいっすか？デスクに端末があるだろう。どうぞご自由に。はーい。教えてくれてもいいじゃんか。口で説明した方が分かりやすい時もあるよ。おっと。失踪中。被害者いつも通りアンドロイドを家に残して出勤したが、帰宅したところアンドロイドが失踪していた。家に押し入りの形跡はなし、アンドロイドが命令なしに家を出た可能性。なるほど。した。容疑者。容疑者。レストランチェーン店、ファーストコニードッグ。ウェイターとして働く。突然被害者を突き飛ばし首を絞めた。どうした？何？今さ、どうしたって言ったのに何されたのって言いそうになったわ。もうなんか何かされてから何かが起こるっていう前提で私は考えてるんだな。もう、アンドロイドが自発的になるわけがないって思ってんのかな。襲われた。アンドロイドは逃亡前に複数の部屋を荒らしている。完全に思考が寄っている気がする。エデンクラブってあれじゃない？チラシあったよね。確かね。アンドロイドは客を家まで送り届け、そのまま失踪した。なるほど。ファイルをスキャンしよう。うお、いっぱいいる。このサンプル調べたら243件。めちゃめちゃあるじゃん。1件目は9ヶ月前です。デトロイトで始まり、急速に国中に広がっている。原因が、なんか AX400 型が昨夜人間を殺害したそうです。そこから捜査を始めると良いかもしれません。そういうのも組み立ててくれるんですか、あなた。タイスケをゲーブ、こっち向いてよ。嫌がられてる。ゲーブ、率直な意見。プロとしての態度。率直な意見。個人的な問題を理由に捜査を妨害するのはいただけませんね。ね、分かってるよ。お前に俺の何が分かるってんだ。お前はただそのプログラムを実行して黙って仕事してろ。本当に意地っ張りじゃないこの人。毅然とした態度。私の任務は事件の解決です。もうここまで来たら言い合いしよう。喧嘩しよう。一回つもりはありませんよ。一回喧嘩した方が仲良くなれる。あ、めっちゃ嫌がられてる。すごい好感度下がる。お前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。こういうこと言う人多いな。痛い目見るぞ。ほら、なんかとっとと同じこと言ってる気がする。あのお邪魔してすみません。昨夜男を殺した AX400 型の情報が入りました。現場はレイブンデール地区のようです。言ったじゃん。あ、分かった。めっちゃ仲悪くなっちゃった。うん、どうにかして仲良くなれないかな。一緒に仕事するんだから仲良い方が絶対いいと思うんだよな。ねえ、コナー。コナー？何考えてるか全然わかんない。 80%！ てってれてー。すごい言い合いしちゃったもんな。よいしょ。全世界の選択。ハンクは今中立ですね。中立。懐疑的になってんだよな。世論が。無関心だったのに。アマンダを見つける。墓を調べる。やっぱあれ墓なんだ。14%。警察署に到着する。アンダーソン警部補佐でしょ？はいはい。ハンクが到着する。到着しないことあんの？署内を捜索。ヤビンと話す。もう一人話せた？もしかして。はいはいはい。ハンクのデスクを調べる。うん。うんうんうん。まあなんか大体、一本道っちゃ一本道ですね。こんな感じで。ハンクが手がかりを得たと。めちゃめちゃ仲悪くなっちゃったな。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。よろしかったら、チャンネル登録、高評価等よろしくお願いいたします。これからもじゃんじゃんゲーム動画アップしていきたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。忘れないで、これは私たちの物語。